イタリア食文化の魅力イタリアが教えてくれたこと第1回は、イタリアにどのように魅了されていったのか。1993年から2018年まで、ほぼ毎年イタリアを訪れました。食事付きホテルに3泊以上した滞在地は、ビーチリゾートに限ると以下の通りです。 ベネツィア、サルデニア島コスタズメラルダイスキア島フィアスケリーノマイオーリサンタマルゲリータリーグレサンフェリーチェチルチェオバイアデレザガーレジュリアノーバカットーリカシラクーサリミニまたビーチ以外では以下の通りです。 モンテカティーニ・テルメ、サルソマジョーレ・テルメ、アオスタ、リオーロ・テルメ、チステルニーノ。また、1週間から10日、アパートやレジデンスホテルで自炊した滞在先は以下の通りです。ベネツィア、ミラノ、フィレンツェ、 ローマ、そしてカゼルタ以上見てきたように毎年のように訪れたイタリアですが私がイタリアの魅力に取りつかれるきっかけとなった滞在先は実はイタリアの街ではありませんスイスのイタリア語圏ルガーノイタリアとの国境の街です 場所はここですスイス第3の経済金融都市でスイスらしい清潔さとイタリア的な陽気さを合わせ持ったルガーノコハンの快適なリゾート地です初めて到着した日は街中で一泊したのですがフェスティバル最中で夜までうるさく 眠れなかったのでインフォメーションで見つけた町の中心から約2キロ離れたカスタニオラ地区にあるホテルに下調べに行きましたホテルカルトン・ヴィラ・モリッツ外観はまさに我々好みでしたちょうど昼時で中庭でランチを取ることになりました そのの時食べたラザーニアの美味しさは、今でも覚えています。1993年夏ですから29年前のことですが結局3食付きで4泊このホテルでの感動が食事付きホテルの魅力にはまった最初でした翌年も訪れましたが1回目に知り合いになったフランス人の 鹿医師夫妻は20年近く夏のバカンスをこのホテルで2週間過ごしているとのことでした。客のほとんどはリピーターのようでした。しかしそれ以後そのホテルは訪れていません。それ以上の魅力あるホテルにイタリアで出会ったからです。場所はベネチア。ただし ヴェネチア本島ではありませんアドリア海に面した細長い島リド島ですアドリア海に面したビーチが有名なリゾート地ですリド島といえば映画ベニスに資すの舞台になった島です監督ルキノビスコンティ原作トーマスマンの傑作です 西洋のためベニスを訪れた老作曲家アッシェンバッハ教授はふと出会ったポーランド貴族の美少年タージオに理想の美を見出し奉公するという話ですこれはアッシェンバッハが初めてタージオを目にするシーンですそのアッシェンバッハが目にした ポランド貴族の美少年タージ2人が出会ったのは宿泊していたオテルデッパン。アドリア海に面して立つ高級ホテルです映画「ベニスにシス」ではビーチのシーンが多く描かれていますこれはアシェンバッハが初めてビーチに出かけるシーン 今も変わらずに並んでいるキャビンが描かれています。これも今とほとんど変わらない光景ですが、キャビンの前で思い思いにくつろぐ人々の様子が描かれています。これはビーチでタージオに翻弄されるアシェンバッハを描いたシーン。そしてこれはビーチでの ラストシーンですアシェンバッハはビーチで海に入るタージュを眺めながら息を引き取るのです我々が1994年から3度泊まることになったのはホテルでンではありませんもっとこじんまりとして値段もリーズナブルなホテルベアス ラグーナとアドリア海の間にある静かで落ち着いたホテルでしたこのホテルのテラスで食べた夕食は今まで食べた食事付きホテルの中でも最高でしたただし4年後に訪れた時にはありふれたツーリストメニューのレベルになっていてがっかりしました ちなみにこの写真は現在のビアスティでここは朝食用の部屋のようです。これはリドのビーチにずらりと並んだキャビン多くのイタリア人がここを2週間から1ヶ月単位で借りてバカンスを楽しむのです我々も5日間過ごしたのですがこの5日間に イタリアの魅力にすっかりハマってしまったのです。何がそんなに魅力的だったかというと、ビーチでのイタリア人の過ごし方です。キャビンから眺める、ビーチでバカンスを楽しむイタリア人の姿です。この写真は、2度目のホテルビアスティ滞在時に撮ったものです。フランスのペタンクのような、 遊びボッチェに夢中になっているイタリア人たちですこれはそんなことはまるでお構いなくトドのように横になって肌を焼きながら雑誌に読みふけっていた女性彼女は結局海で泳ぐことはありませんでした左上は昼食時以外ほとんど一日中トランプに興じていたイタリア人たち 最初はどうしてわざわざ海に来てカードをしているんだろうかと思いましたが自分のやりたいことを思いっきり楽しむのが彼らのバカンスなのです子供じゃなく大人たちが自分の好みに応じてバカンスを目いっぱい楽しんでいるのが新鮮な驚きでしたちなみにイタリア人のバカンスの哲学を読んで旅する世界の歴史と文化イタリア にはこう書かれていますバカンスとはイタリア人にとっては田舎へ行くことであり決して名所旧跡巡りを意味しない海や山で彼らは驚くほど何もしない泳ぎもせず海辺で本を読んだり肌を焼いたりゆっくり食べ夜は音楽会へ行ったり談笑したり豊かな無意の時を過ごすまたナポリ出身の パンチェッタ・ジローラモは極楽イタリア人になる方法でこう書いています。「バカンスの原則に何もしない」というのがある。念のために言っておくとこの「何もしない」とは何をするにも目的意識を持ってはいけないということである。だから「よしたっぷり火に焼いてやるぞ」などという目的を持つのは本来は邪道なのだ。何もしないで、 海辺で寝ていたらこんなに日に焼けてしまいましたというのが理想である GNP だの GDP だのはるかに日本より低いイタリアの人たちが日本人など比較にならないほど人生を楽しんでいる豊かに生きていると感じましたなぜなんだろうなぜ彼らはそんな生き方ができるのだろうイタリア人イタリア文化 イタリアの歴史、さらにはヨーロッパの歴史にのめり込む出発点が私にとってはベネツィアリド島のこのこビーチでした。そしてイタリアにはまる決定打となったのはフィレンツェからピサ方面に電車で20分ほどのところにあるモンテカティーニテカルメです。ここにあるホテルレアーレ。 54部屋の三ッ星ホテルで、客のほとんどは常連客なので知人ができるとその人を通して泊まり客の情報がすぐに伝わってきました最初にこの庭で知り合ったのがバーリで金物屋を営んでいるという老夫婦でした。毎年来てて、いいると聞いて いつから来ているのかを尋ねると帰ってきた答えに耳を疑いました「トレンターニファ30年前からだと」とまたパレルモから来た元銀行員夫妻同じくパレルモから一人で来た女弁護士メッシーナから来た不動産屋夫婦その奥さんのお姉さんも 一緒でトリノで中学校でフランス語を教えているとのことでしたミラノから来た医師同じくミラノからの元大学教授このホテルには3度滞在しましたが宿泊客の大半はいつも同じメンバーでした1週間ランチディナーを共にし庭でくつろいでいると 自然と顔なじみになりますしかしそのホテルがイタリアにその後毎年のように旅行する決定だとなったのはサービスをしてくれたカメリフィレンツェの守護聖人先霊者ヨハネイタリア語でジョヴァンニからの命名で「 そのあたりでは非常に多い名前で通りで「ジョバンニ」と呼ぶと34人が振り返るということでした。カメリエレの「ジョバンニ」は宿泊客の中で唯一の日本人客の我々が常連客たちの中に自然に溶け込めるように細かなサービスをしてくれました。それはは日本人的気配りとととちょっっ違いますもっと 積極的に楽しませてくれるというか食事のメニューはプリモセコンドデザートを34種類からセレクトするというものでしたが迷っていると「じゃあ両方半分ずつ食べればいいじゃないか」と言ってくれました私の連れは優子と言いますが将来は優子と一緒に店をやろう店の名前は優コ・エジョヴァニにしようと 他のの客も聞こえるように話すのですでそれでいて仕事は実にテキパキと速く無駄のない動きをしていました今でもこのジョバンニは私にとってサービスの仕事に携わる人間の一つの理想像ですこうしてイタリアを毎年のように訪れるようになりましたがある時 あるイタリア人にこんな質問をされました。お前が好きなのはイタリアかそれともイタリア人かチェルト・イタリアーニもちろんイタリア人です。というと彼は喜んで握手しました。つまるところイタリアの食文化の魅力もすべてイタリア人の魅力につながっているように思います。そのことを お話ししていきたいと思います。